はい、ここは水郡線の仁方駅になりますね。まあ、ちょっと上菅谷駅と常陸太田駅の間ぐらいの駅になりますね。で、これが駅舎になります。で、これ以上は行けないので、これ駅のホームは基本的に一面一線式になってますね。交換ができないタイプです。で、ここが待合室になりますね。待合室には、料金表と時刻表がありますね。基本的には本数は時間あたり1本ぐらいですね。まあ本数ないところもありますけども。で、こちらの左側が、水戸方面、上菅谷方面になりますね。で、これは2両か4両編成で、ワンマンの場合もあればそうでない場合もあると。で、基本的に朝方の6、7、8、9は水戸行きで、まあ、昼間というかあまり通勤ラッシュじゃない時間帯が、その上菅谷行きっていうのが、まあ、多い感じになるのかなと。で、こちら側は、全部常陸太田行きになりますね。で、運賃表は、水戸まで240円 で、あとは土浦は1170円、我孫子までしか書いてないですね。反対側は、泉までかな、常磐線は。で、こっちは、まあ、日立、浅川、棚倉、そのあたりの書いてありますね。で、駅周辺は公衆電話が、電話ボックスが1個あって、あとは自転車置き場で、ここはちょっとしたなんか駅のスペースですね。ロータリーというか。基本的にこの辺は自転車で来て電車に乗るっていうパターンがね、まあ、多いみたいですね。まあ、バスも通らないかな、ここは。これは何だろう、お菓子屋って書いてありますね。昔こう駄菓子屋さんがあったんじゃないのかなという跡地になりますね。で、ここが、まあ、駅入り口の大通りになりますね。基本的にはまあ、あのコンビニも特になく、民家がすぐつながる続くっていう形ですね。で、意外となんかトラックの交通量が多いですね、ここは。